今日の阪神、残念ながら追いつかれて引き分けになりました。まあでも、この引き分けはまあ勝ちに等しいくらいの、まだまだ先はありますけども、それくらいの考えでいいんじゃないかと思ってます。今日の打線的には、まあ、奥川ピッチャーを3本しか打てなかったということと、まあ、奥川の君が、今日はキャッチャーが中村君から古賀君に変わって、配球面がちょっと違ったのかなというイメージで見てました。結構アウトコースのスライダー、ストレートが外の低いところに結構投げさせていたので、それをまあ阪神のバッターはこう、まあ、スライダーもいいとこ決まってて引っ掛けたりする打撃が多かったように見えました。まあ、昨日の中村君は、まあ、ストレートを強気にインサイド行ったのは投げきれないで、まあ、長打を食らったような形で、今日はキャッチャーをヤクルトは変えてきたので、その辺がまあ成功した一つかなという感じします。あと、まあ、青柳君ももう今日は自分のピッチングができたと思います。ただ1点取られた時のピッチングとしたら、ちょっとボールボールになるケースが、ちょっとサード側に体が流れるのが早いために、シュート、シンカーが早く曲がりすぎて、ボールボールになってるケースがちょっと気になりましたけども、まあ、左にしっかり乗ってる時はストライクゾーンに投げ切れてるし、あの回はちょっと力んでいたのかなっていう気もします。まあ、その分、早くボールを離さないといけないので、シュートが早く曲がりすぎて、ボールボール、まあ、ちょっとこう、早く曲げようという意識が出てたかなっていう感じ。だから左に乗り切れないで、まあ、早くボールを離さないといけないので、ボールボール、まあノースリーになってからでも、まあ、抑えたんですけども、まあ、その辺の感じだけですね。今日はそれなりに青柳君の威力もあって、低めのボール、まあ、外のスライダー、今日初めて外国人に対して4球スライダーを投げて5球投げたのかな、そういう配球も見れたし。あそこにストライクから行ってると空振りしてたんですけど、完全にボールになるスライダーが2球ほどあって、まあ最終的に山田を空振りしたんですけども、まあ梅野君のそういう当たらないところの配球は、今日はイニングのバッターに対しては良かったかなっていう感じました。まああとはもう青木君の、まあ難しいボールをバットで当てて、まあ内野安打になって追いつかれましたけども、まあこれは矢崎君のボールが悪かったんじゃなくて、青木の執念の右手一本でバットに当てて内野安打だったんで、これはしょうがないのかなという気もします。まあ本当に最初言ったように、まあ勝ちに等しい引き分けじゃないかなと思います。直近もあるチームに対しては。まあたまたま向こうのバッターが、まあ、うまく打ったってことだよね。外のボールをもう引っ掛けないでレフト前打って、山田もちょっとミートをポークセンターに弾き返して追い込まれて、もうスイングしてんじゃなくてミートに心がけたっていう、青木もしっかりちょっとアウトコースのボールをファールしたのも思い切って振るんじゃなくてミートにしたファールであったっていうこと。やっぱ振ってたらコントロールいいので、やっぱり引っ掛けたりそういうケースが起きるっていう、まあその回に関してはヤクルトのバッターがそういうバッティングで変えて、まあ反対の方向にね、左はレフト前に振るんじゃなくて、もうヒットを運んでいったようなバッティング。山田もちょっと高いのをもう本当に振らないでミートでセンター前にヒットになったっていうので、まあ打たれたような気がするけど、まあいつもいつも抑えられないので、まあそこはまあしょうがないのか。青木の場合はもうね、本当にボールをバットに当てたのが、まあ弱いゴロになってランナーサードだったので、まあ1点入ってしまったっていう。あれ、冒頭に見えるけど、まあ、いいボールでもセーフだったのかなって気もするけど、だから記録はヒットなんで、多分取ってもセーフだろうっていう記録なので、まあ、体勢も悪かったし、あれはまあ、執念、青木の執念の一打かなっていう感じもしたけど、普通だったら、まあ、ストライクはボールのボールだからね、空振りしてもおかしくないボールだけど、もう振りに来てないので、ミートに来たんで、届いてしまった、まあ、右手で1本で当てたって感じだったんで、これは。野菜がしょうがないのかなっていう、飛んだところが悪かったって感じで。だから1球の外の低いボールは振らないよね。それは相手の、バッテリーも2球3球ってあんまり投げないから、俺的には何とも言えないんだけども、最後の打席みたいに外のスライダーの低いとこ追い込まれてたら結果的に振るのよね。ただカウントが自分が有利だから見逃してるっていうのも見えるし、
だからその辺が、まあ、でも振らないということは、もう本当にいつも言うように、ピッチャーがストライクを投げないといけない状況になってきて、それをしっかり打ってるということなんで、ライト前のヒットも、まあ、インコースの甘いのをちょっと強引に行ってないで、まあ、ライト前に打てたっていうのもあるけどね、だからこうヒットになってるんじゃないか、もう3割に近くなってきたしね。ただやっぱりヒットを打つにはそういうバッティングもしないと、やっぱり日本のピッチャー、まあ今の外国人のピッチャーもコントロールいいけども、もっといいので届かないのをもう本当に空振りばっかりしてたら、日本のピッチャーは結構そこばっかりで攻めてくるんで、もうそれをやってたらやっぱり打率も上がらないよね。やっぱりマルテみたいにライトも打つ、レフトにホームランも打つってバッティングされると、投げる方もやっぱりいろいろ工夫しないといけないから、やっぱりライトの方にもヒット打たれるとインサイドにも投げないといけないかなとか、そういう状況が起きてくるんで、まあ、それをしっかり打ってる、まあ、バッターが、まあ、それは日本人にも言えるけども、打率が上がっていくよね。やっぱりレフトばっかりじゃ打率はまあ上がりだね。やっぱり広角に打ってるバッターがまあ打率的に上がっていくのかなって。こんにちは。コメントに答えていきたいと思います。今年から神宮も固い父に変えたということなので、これは多少ピッチャーとしたら影響あると思います。どうしても前が掘れることがなくなるので、左足のつく場所がほとんど高い場所で多分ついてると思うんです。だから左足に乗る時間が少ないので、やっぱりボールの離す位置が高いと思うんです。それで高めにボールが行きやすいので、そこを痛打されるケースが多いのかなと。でやっぱりホームランが出るってことはボールが高いっていうことなので、その辺もまあ影響あると思います。やっぱり粘りのあるピッチャーじゃないと、低めに強いボールとか結構投げづらいかなという気がします。まあ、もともと神宮はそういう阪神の時もそうなんですけど、交流戦ってもまあまあ左足の方がこう高いような感じがして見てたので、どうしてもボールが高く行きやすいマウンドだったのかなっては気がしてます。それが今年もっと硬くなったので、ステップのところに掘れていくケースがなくなるので、重心が左足に乗るケースがすごい少なくなってきてると思うんですよね。だからボールを離す位置も今までよりも高い位置で離さないといけなくなるので、やっぱりどうしてもボールは高く行きやすいと思います。その辺がこう乱打戦になる、長打も 出やすいっていうケースになってると思います。神宮の場合はブルペンの方はちょっと見てないんですけど、結構ブルペンの土とマウンドの土が違うので、傾斜も若干違うので、その辺も結構ブルペンから行ったピッチャーが最初こう高くいくケースは結構見てきました。その辺はもう結構今日も見てましたけども、あんまり角度がないような気がするんですよね、ステップする場所が。その点やっぱり高く行きやすいような気がします。だからしっかり左に乗ってからボールを離す意識がないと、どうしても高く行きやすいと思います。まあ、楽天のエルゲもピッチャー硬くしてほしいって言ってるピッチャーが多くて硬くしたんだけども、その度合いが硬すぎると今度はスパイクが弾かれちゃうのよね。で、剣が下に入んなくて、土に。そうするとすごい足が疲れるのよね。足でこう踏ん張りきれないで、ついた反動で左足がこう頑張りきれないで、硬くなりすぎると。もうその辺もちゃんと両方考えてマウンドを作っていかないと、結構今のスパイクって昔のスパイクみたいに剣じゃないピッチャーもいるので、だからその辺がこう滑ったり弾かれたりするケースも結構選手から聞いてました。やっぱりしっかりこう左足の足の裏で噛むような感じで足が頑張ってくれないと結構疲れやすいのよね。だからもうあんまりね、甲子園みたいに柔らかくて昔の父みたいに掘れるのも、次出てくるピッチャーも大変なんだけども、あんまり硬すぎてもどうかなという気もします。